どうも、マックスです。今日も久しぶりに、アクセルの散歩に動画を撮ろうと思って出てまいりました。多分ね、今年、年明けてから初めてのね、散歩動画になると思いますが、毎度いつものコースということで、よいしょ、今日ものんびり歩いていきたいと思います。今日はですね、やや暖かく、手袋がいらないぐらいということで、表出てきたんですが、念のためにですね、もう家にあった古いですね、北海道、靴下用っていうんですけどね、靴用かな、ちっちゃいね、靴のつま先に貼る北海道があったので、実はそれをアクセルのこの洋服の中に仕込んできました。もう多分買って 7、8年、もっと経ってるのかな、10年ぐらい、経ってるものだと思うんですが、一応もみもみしたら暖かくなったので、大丈夫かなということで、アクセルも普段よりはあったかいんじゃないかなと思います。よくしょ、収録終了。さあ、アクセルと一緒に、観音寺様に、ご挨拶をしまして、これからまた散歩に向かっております。アクセルはですね、昨日一昨日かな、お風呂に入って、ほらで、綺麗になったばっかですのでね、今日はお風呂後デビュー、初デビューということです。映像でね、確認できるかちょっと分かりませんけれど、正面に、大きな高層ビルがあるんですが、あれが三軒茶屋、キャロットタワーって言いまして、30階建てかな、29階建てかな、ちょっと忘れてしまいましたが、複合施設の建物になっております。これからね、その膝元まで歩いていくわけですが、片道、自分の家からだと約 2.4 キロありますので、アクセルは、今回の散歩で、4.8 キロ約歩くことになるんでね、結構な運動量になるかと思います。さて、こういったですね、側溝の蓋をですね、足が小さいのでアクセルはいけないんですよね。さて、こういう時抱っこしてあげなきゃいけないので、よっこいしょ、はいはい、側溝終わり。いくよ、そっちじゃないよ、こっちじゃないよ、こっちだよ、アクセル、はい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 、はい、ということで、
これからゆっくり、向かいたいと思います。はい、もう閉まってるんですけど、今お花屋さんの前にちょっと寄ってるんですが、なかなか、格好のいい、鉢が、お花がね、植木が、あ、長寿楽ボケ、これで玄関のとこに置くのにちょっと欲しいなと思います。まあその他いっぱい純也さんが好きそうなお花とかあるんでしょうかね。結構大きなお花屋さんなんで、ちょっと今度なんか買いに来てみようかなと思ってます。さあ世田谷郵便局まで歩いてきました。もうすぐですね。もう間もなく、目的地へ到着するという感じです。さあアクセルもう少しなんで頑張ってください。三茶やってまいりました。そこの角を曲がればもう目的地ということで、アクセルも、到着地点をしているかのごとく足が軽やかになっているようにも見えないでもないのですが、よいしょ。さてさて、やってるかな。やってそうですね。はい、上村食堂到着しました。あれ、そうですね。はい、アクセルもちゃんと無事到着しました。かりんちゃんの出勤からのうささん登場、そしてアクセル。照明を使って料理を取るうささん。さあ、健太さんのところも終了して、これからお家に帰ります。アクセルも軽快に頑張って歩いてくれてます。さあ、半分まで歩いてきました。アクセルも元気に歩いてます。今日金曜日、そして、土日月と、3連休の方もいらっしゃるということで羨ましい限りですね。自分は月曜日がね、高級なんですが、それがその日が祭日ということで、なんか損した気分になるんですけれど、まあ致し方ないということで、まあこの3連休というか月曜日あたり、フォトウォークでも行きたいなと思ってるんですがね、どっか、いいところがあって天気が良くて暖かくて、昼間写真映えするとこないかななんて今思ってます。まあ今日は動画はねこの辺までにしとこうかなと思いますけれど、まあまたよかったらアクセルの姿を見に、チャンネルの方を訪れてやってください。それではどうもありがとうございました。ではでは。